ですと今回は、こちらにかかっているスウェットのリメイクをしていきたいと思います。だいぶ期間は空いちゃったんですけど、まあ、今回リメイク企画っていうことで、こちらのスウェットを、ダメージ加工していきたいと思います。この動画を見てる皆さんにも、参考になるようにスウェットのどの部分にダメージを入れたら、まあ、結構いい感じに見えるのかとか、まあ、そういったポイントなども、ご紹介していきたいと思います。なのでぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。はい、ということで早速スウェットのリメイクをしていきたいと思うんですけど、まあ、今回その使うアイテムとしては、まあ、こちらのハサミ1本だけ使っていきたいなと思います。まあ、他にそのカッターだったりとか、まあ、紙やすりとか使ってもできるんですけど、まあ、今回はハサミ1本だけでやりたいなと思います。今回使っていくスウェットは、まあ、古着で購入した、リーのスウェットですね。まあ、古着っていうこともあってちょっと、まあ、汚れてるんですけど、まあ、そういった汚れた部分とかを、まあ、いい感じにそのダメージ入れて隠せたらなと思います。まず首元からやっていこうかなと思います。まあ、こんな感じに入れたら、まあ、わかるかな、こういった感じでダメージ入れたら、もうあとは軽く入れたらこう引っ張って穴開けていくって感じっすね。まあ、首元が結構目につくポイントなので割とダメージ入れても個人的にはいいかなって思いますね。好きなようにやるのがいいかなと思います。あんまり引っ張りすぎない方がいいっすよ。これ結構ビリーっていっちゃったりするんで。軽く首元はこんな感じで入れて、まあ、足りなかったらまあ、どんどん増やし、まあ、足りなかったらっていうか、まあ、自分が満足いくまでダメージを入れるっていう感じでいいかなって思います。まあ、一旦こんな感じで首元は入れて、次どうすかな、まあ、袖かな。袖もちょっと僕のこんな感じで汚れてるんですけど、まあ、袖ね、どういう感じにしようかな、ちょっと悩むんですよね、こういう時って。刺してもいいです。ほ、まあ、あと、まあ、基本的には首元と両袖とこの裾リメイクするといいんじゃねえかなって思いますね。まあ、スリット入れてもいいし、がっつりここ全部なくしちゃってもいいし、どうしようかな、悩むんですよね結構。まあ、垂れてる感じにするか。こういう感じになってるんですけど、二重で
入れてもいいんじゃないかなって思って、この辺に入れようかな。こっちサイドだけだとそうアンバランスなんで、こっちにも入れようかな。はい、こういう感じで入れたら、まあ、あとはひたすら引っ張るだけです。いて、ちょっとうまくいかないときはもうちょっとハサミを入れてあげるっていう感じですね。あとこういう感じでこうハサミを開いた状態でこんな感じで、まあ、ちょっとボロボロになりますね。見えるかな。後ろ側はこんな感じでちょっと入れ終わったので、次はこっち側ですね。この辺がもう分かりますかね、すんげえダメージ入ってるんで、と後ろと、なのでこっちはちょっと入れない感じでいこうかな。逆に、まあ、入れない感じでいいかなって思いますね、こんなになってるんで。まあ、続いてちょっと肘の方ダメージ入れてこうかなって感じですね。両方入れようかな、これ肘。ちょっとスウェット汚れてるんですよね。まあ古着で買ったってのがあるんで、まあ、しゃあないですけど。入れすぎたかも。まあ、大丈夫大丈夫、こんくらいなら。結構わかりますかね、入れたんですけど、袖と、まあ、この肘と首元、まあ、こっちも同じように袖と肘と入れて、あと裾ですね、まあ、こんな感じで入れて、まあ、肩の方ちょっと入れたいなっていうのを思うので、肩の方をちょっと入れていこうかなと思います。どうしよう、こんな感じにしようかな。まあいいや、こうしちゃおうか、バッツリ。ほっ、もっと長くていいかな。えぐいぞこれは。やばいかなこれ。まあ最後に仕上げみたいな感じなんですけど、切った後はこう引っ張るとちょっとくるんって丸くなるんで、そうすることで、なんだろう、切りっぱなしのデザインみたいなんでおしゃれに見えるかなって思いますね。でこういうとこも切ったらこう引っ張る。ということで、スウェット完成しました。まあダメージ結構入れたんですけど、どうすかね。もうなかなかパンチの効いたアイテムになったんじゃないかなって思います。まあ、ここの首元っていうか肩の部分がちょっと引っ張りすぎちゃって、もう避けてますね。ここだけちょっと失敗したなっていう感じですね。実際にこちらを着たコーディネートを紹介させていただきます。それではどうぞ。
はい、ということでコーディネートの方を組んできたんですけど、1コーデ目はこんな感じでリーバイスのフレアデニムにダメージスウェットを合わせたコーディネートですね。こちらのコーディネートはダメージスウェットに黒のタートルネックを合わせてますね。デニムにスウェットを合わせたスタイルっていうこともあって結構カジュアルな感じに見えるんですよ。こういったスタイルに、スニーカーとかを合わせるとストリートっぽい感じに見えるんですけど、僕はそのちょっとモードな感じにしたかったのでドクターマーチンの8ホールを履いてますね。冬のスタイルとかだったら、こういった感じで、テーラードジャケットを合わせてもいいんじゃないかなって思います。ベージュのテーラードジャケットを入れて、少しトラッドの装っていうのも足してますね。続いて2コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、2コーデ目はこんな感じでバーバリーのブーツカットパンツにダメージスウェットを合わせたコーディネートですね。先ほどのコーディネートは、デニムを履いて結構カジュアルな感じだったんですけど、今回は、白シャツにネクタイを合わせたスタイルに対して、ダメージスウェットを合わせてるっていうこともあって少しトラッド寄りなスタイルにしてますね。こういったスウェットって、結構ストリートな感じに見えちゃうかなって思うので、白シャツとかそういったフォーマルなアイテムを合わせてあげることでバランスの取れた、感じのスタイリングになるんじゃないかなって思います。はい、続いてラスト3コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、ラスト3コーデ目はこんな感じでリーバイスのブラックデニムに、ダメージスウェットを合わせたコーディネートですね。でこちらのコーディネートは、スウェットの中にバブアーのチェックシャツを合わせてますね。冬のスタイルはこんな感じでブラウンのジャケットを羽織ってますね。ブラウンのジャケットを着ているってこともあるので足元も、ブラウンのローファーを合わせてますね。このコーディネートはそのチェック柄を合わせてるんですけど、色物だったり他の柄物を合わせてもいい感じになるんじゃないかなって思いますね。派手な色とか、1枚でなかなか着づらいなっていうアイテム持ってるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういった方は、こんな感じでインナーで少しその柄とかさりげなく見せてあげるのも、おしゃれなんじゃないかなって思います。はい、ということで今回はリメイク企画っていうことで、こちらのダメージスウェットを作ったんですけど、いかがだったでしょうか。動画の最初の方でも軽くご説明はしたんですけど、ダメージを入れる際は、こちらの首元と、両袖ですね、こちらと、あと裾部分、この4つを、ダメージ入れれば結構おしゃれな感じになるんじゃないかなって思います。袖の方はこういった感じで親指の方を出せるようにすると結構おしゃれかなって個人的には思いますね。肘にもこんな感じでダメージが入っているんですけど、ここから腕を出してその柄とか見せてもおしゃれなんじゃないかなって思います。結構ハイブランドとかで、ちょいちょい見かけるのでちょっとそれを参考にしてみたって感じですね。こちらの肩の部分なんですけど、結構ビリッといっちゃって失敗したなって思ったんですけど、意外と着てみたらいい感じだったので、そこはちょっと良かったですね。一回実際に着てみて、印をつけるっていうのが、いいんじゃないかなって思います。ハサミ1本だけでできるので結構簡単にできるんじゃないかなって思います。
まあ、着なくなったスウェットだったり自分だけの、まあ、他の人と被らないようなアイテム欲しいなって思ってる方には、すごくおすすめです。こういったスウェットとかは、まあ、そのトレジャーファクトリーとか、セカンドストリートとか、まあ、フリマサイトとかで、まあ、大体 2,3,000 とかで売ってると思うんで、まあ、それよりもちょっと安いかもしれないんですけど、まあ、そういった感じで探してみるのもありなんじゃないかなって思います。はい、ということで今回はリメイク企画っていうことでダメージスウェットを作ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じで僕のチャンネルでは服のリメイクだったり、コーディネートの紹介だったり、まあ、アイテムの紹介とかもしておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。あとインスタグラムとツイッターの方もやっておりますので、ぜひ概要欄に貼ってある URL からフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。